動きが止まっております。エリック・エンブレイ、リチャード・シャラン組、こちら獣を射るような表情がダニー・クロファットでパワーが伝わりました。そしてこちらちょっぴりうつろな目でありますが、頭の中では非常にこの計算高いエリック・エンブレイ、組み合いました。動くたびに汗がシャワーとなっております。ショルダータックル、パワーではもちろんファーナスです。いや、両のショルダーを外しましたエリック・エンブレイ。太い眉毛は勇気の印です。黒ハットが出てまいりました。ミドルキックを繰り返す。対角線に振るラリアット、そしてダウン、エリック・エンブレイ。このダウンもややもするとこのいわゆる死んだふり作戦ということもありますからね。そうですね、うまいこと相手をちょっとね、油断させるというか、油断させるという感じは見えますね、多少ね、はい。ボディースラム一戦、そしてエルボーです。もう一発エルボードロップ、カバーの体勢、カウントは2。さあこの間にフロントがトップロープ、そしてダイビングボディープレス、ジャストミート、そしてカバーの体勢だ、片指だ、カウント 2.5、 危ない、しぶといですね。今はかなり、高角度に決まってたんですけどね、はい。さあ試合時間10分を経過いたしました。徐々にカンナムエキスプレスのペースとなりつつあります。アジアタック王座決定リーグ戦、放送席にはプレイヤーズゲストといたしまして桃田光雄さんをお招きしております。ハイキックダウンしました。桃田さん、10分を超えて徐々にカンナムペースとなってそうですね。やっぱり若さがなんかこういうね、若さと要するにチームワークがだんだん生きてきてるような感じしますけどね。なるほど、さあエリック・エンブレイからリチャード・シャランにつながりました。上からムンズと捕まえました。ベアハッグの体勢です。かけているリチャード・シャランもやや苦しい表情、もちろんかけられているクロファットも苦しい。こうしたベアハックの場合、汗は滑るんじゃないですか。そうですね、だけどやっぱりかなり力がありますね。ああそうですか、しっかり抱え込んでたんですね。エリック・エンブレイです。両のショルダーを外したりかけたり、タッチワークが素早くなってまいりました。エリック・エンブレイ、リチャード・シャラン組、さあ自軍のトップロープにクロファットをフィックスしました。さあそしてセカンドロープからナダレシキが、おっとこれはドリガーホールパイルドライバーでしょうか。これは危険な技に出そうだ。桃田さん、いかがですか。いや今の初めて見たんですけど、すごいですね、かなり高角度入ったですね。はい、カウントは2でかろうじて戻しました。ダニー・クロファット、再びカバーはカウントは2。のらりくらりとしていながら、桃田さん、なかなかこの、ね、抑えるとか抑えてますね、やっぱりこのキャリアがものを言ってるみたいな感じしますね、はい。クロスラインを敷いてのチョップです。やっぱりこのエンブレイチームはやっぱりあれですね、ダニー・クロファットの方をちょっと狙ってるみたいですね。やっぱりファーナスの方はもちろん、パワーがありますからね、はい、なかなかちょっと仕留めづらいということで。 DDT2 連発です。カウント2、カウント2が繰り返されているダニー・クロファット、再びロープに振りました。しかし2リフトからネックを狙っている、しかし起き上がることができないクロファット。やっぱりさっきのパイルが効いてますね、さあファーナスがお客さんに手拍子を求めている。なんとかここで反撃入れたいところだ。
さあパワーのダグ・ファーナスが出てまいりました。筋肉ブルブル男であります。ロープに振った、バックシュートのロープキック、ジャストミート、筋肉ブルブル、汗がシャワーでご機嫌だ。ロープに振った、もう一発、ジャストミート、再び振った、そしてパワースラム。さあファーナス今日は非常に動きがいいぞ。フロントスープレックス、両選手を捉えております。ウェイトリフティング19の世界記録を、作ったこのダグ・ファーナスがカナディアンバックブリーカー、カナディアンバックブリーカーであります。さすがにエリック・エンブレがカットに入りました。ハイキック決めます、ダニ・クロアット。さあそしてファーナスがセカンドロープであります。合体殺法に出そうだ、カンナメクスです。合体の合体の、おっとこれは大技に転じそうだ、カンナムエクスプレス、ナダル式にボディースラムのような体勢だ、カバの体勢、カウント3、カウント3であります。やっぱり最後はやっぱりチームワークの勝利ですね。はい、14分27秒、最後は合体殺法によりましてカンナムエクスプレスに外貨が上がっております。ザトルーパー、タグへ追いやって水平チョップを打っていきました。ショースライ軍で頑張ったタウエ、そして鶴田とのコンビで頑張っているタウエ、突っ張りが出ました。そしてすくい投げ、この辺は全くタウエのオリジナル相撲、ラリアット相手を倒しました。そしてカバーに行きます、早くもカウント3か、カウント2まで追い込んでいます。このタウエ選手が大ベテランの大先輩のジャンボ選手とチームを作りました。この辺りのタウエの動きいかがですか、ジャンボとのコンビです。いやこれはまだね、どうとも言いません。でもね、前シリーズ、先シリーズもずっと組んではいましたからね、はい、まあ、負担にならないようにね、負担にならないというか手助けができるようになってもらいたいですね。あ、そうですか。ですからやっぱりジャンボと組んでね、やっぱりこの世界最強タッグでも、はいはい、狙うというところまでね、やっぱ本人が、はい、狙うんだという気構えでやってくるやね、うん、この体ですから、はい、いけると思うんですよね。あーねー、しかしこの大先輩と組むというのは、まあ、例えば馬場選手がこう力道山先生と組むときなんかはやっぱり緊張したもんでしょうね。え、まあ、緊張はしますけども自分より強い人と組むわけですから、そういった意味ではその非常に楽と言いますかね。あー、なるほどね、思い切っていけるわけですね。田上明、世界タッグ、あるいは世界最強タッグ、鶴田とのコンビで出場になりますかどうか、そこまで成長を見せてもらいたい田上明、頑張っています。エルボー攻守入れ替わりました。非常にスケールの大きいレスリング、あー、しかし両の足でこれは返されてしまいました。ザ・トルーパーもなかなかのくせ者です。フロントのヘッドロックぐいぐい締め上げます。ノースカロライナ州の出身です、このトルーパー、グランドです。腕を絞りに行きました。どういう風に脱出を図りますか。精神的にも技術的にも大きく成長しましたこの田上明です。控え室なんかでもこの非常にこの口が滑らかと言いますか、発言なんかもこう非常に笑顔も多いし自信に満ちてますよね、田上。そうですね、やっぱりね、自信がつきゃね、口数も多くなりますよ、はい、そうですね、気軽にサインにも応じておりました田上。192センチ、119キロの恵まれた体格です。3年目を迎えまして一皮向けました田上明です。ヘッドシダースで切り返した、このあたりスムーズです。馬場さんがよく若手がこの克服すべき一つの課題として技を確実に決めること、これをよくおっしゃいますけども、例えばそれはどういうふうにこう練習なり持っていけば技の的確性というのは上がりますか。やっぱりそれは練習でね、はい、やっぱりこうだということをはっきりとその、はい、掴まなきゃいけないですよね。見よう見まねでやってたんじゃやっぱり、はい、そういうことは絶対なりませんからね、自分で確かめて DDT、 こういう技も難なく出るようになりました田上明。今5分が経過しました。今度はブレンバスターの体勢に入っています。持ち上げるか、トルーパーこらえます。黒のロングタイツ、赤いトランクスを持ち上げた、
逆にブレンバスターを返していきました。ザ・トルーパーです。レスラーズは東北地へ入ってまいりまして、今日は須賀川からの中継です。時折この放送席、私あるいは馬場さんの背中に後ろのお客さんがこう仰いでくれまして、非常にやはり東北のこの人情というものを感じます。非常に熱いこのリングサイド、エルボーです。両選手ももう汗びっしょり、懸命のファイトを続けています。エビに固めました。カウント2です。馬場さん、この夏の暑い時にはレスラーズはどういうことを一番気をつけますか？そうですね、暑いからと別に気をつけることもないです、ただこの滑りますからね、はい、試合1回でね、それだけは注意しますけど、ね、食事とかその他の面ではどうですか？そういった意味では別にいつもと変わらないそうですかと思いますね、はい、ショルダーラリアット、フライングラリアットを見せました。ザ・トルーパーです。飛び道具も持っています、このザ・トルーパー。さあ、タウエイ2回目の窮地に追い込まれましたが、どうかわしていくか。さあ、飛んだ、かわした、バックに回った、アトミックドロップがあるぞ。アトミックドロップ、ここから後ろに投げるんです。18番バックドロップ、このシリーズはこれでよく3カウントを奪っている。今日はどうか、カウント3入りました。2回ほどピッチに追い込まれましたが、タウエアキラ相手をしっかり捉えて、最後は18番アトミックドロップからバックドロップ、カウント3奪っております。再び組み合いました。やはり馬場さん、リップモーガン場外に出ると出ることを作戦の一つとしてるんですかね。さあ、作戦じゃないと思いますけどもね、フェイスバスター、こうやって今あのロープへぶつかったのを見ました。はい、反対なんですよね、ぶつかり方がね。そのあたりがまだ基礎に甘さがあるという馬場さんのお話です。リップモーガン、試合時間が5分を経過いたしました。30分1本勝負のシングルマッチです。ジョニーエース3パートホールドに捉えられております。ですからエースも非常にうまい、動きのいい選手なんですけども、はい、これだけ大きい選手とですね、これだけ力があって、大きい思いというか、はい、こういう選手にぶつかってやっぱり自分の思うようにはいきませんからね、非常に苦戦しますよね。そのあたりはまだまだエースとしてはキャリアの浅さということなんでしょうか。いや、キャリアがあってもね、自分の思うようにやっぱり動かせませんよ、このモーガンはね。あ、なるほど。としますと、このリップモーガンがこの基本的な技といいますか、いわゆるこの馬場さんが言うところ勉強を積んでいくと、これは怖いレスラーとなりそうですね。そうですね、はい。非常によく声が出ております、リップモーガン。本日のセミファイナルを迎えております。ロープにリバースにホイップしたジョニーです。しかし背中からチョップです。場外に投げ出されました。ジョニーエース、リップモーガンが追います。放送席の前の鉄柵です。リップモーガンが椅子を取り出しました。ラフ殺法に出ております、リップモーガン。そして鉄柱、吠えまくっているリップモーガン。さあ、両選手リングに戻りました。ラリアットが空を切りました。ジャンピングに、そしてラリアットです。馬場さん、今のジャンピング、そしてラリアットはいかがでしょうか。ラリアットはいいですけども、2位はやっぱりジャンプ力はないですから、ね、そうですか。さあ、エプロンから飛び込みそうです。ラリアット気味に、まあ、ネックブリーカードロップのような形になりました。ちょっと呼吸が乱れてきたようです、ジョニーエース。獣のように吠えているリップモーガン、このヘアスタイルです。
チョップにそれほどスピードはありません。ショートレンジからのラリアット、今度はエースが振りました。ハイキックです。ラリアット押し倒し、カウントは2です。ジョニーエース防戦一方、さあ丸め込みました。これはチャンスだ。カウントは2つです。ネックブリーカードロップから一吠えです。さあジョニーエース、目が一瞬キラリと光りました。トップロープに登っております。ハンマーアタック、カウントは2。さあ攻守交代か。エルボーバット、もう一度振って DDT です。なかなか馬場さん、リップモーガンも、まあ、切れ味はともかく馬場 の技の種類は多いんじゃないですか。ありますね、ありますけども、やっぱりその一つピッとしたものがないように思うんですよね。なるほど。逆に振りました。ロープの反動にして首のあたりをやられました。そして両足を取ってジャックナイフスタイル、カウント3です。カウント3、エースクラッシャーを使わずにカウント3、ジョニーエースであります。勝負タイムは9分と45秒、10分かかりませんでした。ジョニーエースの勝利であります。馬場さん、いかがでしたか。あのモーガンのね、はい、動きが悪いってロープ放られて戻ってくる動きが悪いことがかえってモーガンに幸いしたような気がするんですよね。あーはー、なるほど。負けましたけども、あれまともにそのずっと走ってきてたら、もっとダメージを多く受けてると思うんですよね。なるほど。さあ負けたこのリップモーガンが、これは腹いせでしょうか。エーゲンハルカの唾攻撃ならぬリップモーガンの水筒水攻撃であります。いやー、これはたまりません。プロレスニュース、千葉県の江渕様からいただきました。プロレスニュースは絶対続けてください、面白いです、ありがとうございます。川崎市の佐野様からいただきました。プロレスニュースはやめてほしい、絶対に、ありがとうございます。プロレスファンの間で賛否両論プロレスニュース、今週もお送りいたします。まず19日後楽園ホールで行われた試合で、ジャンボ鶴田選手が三沢光晴選手に激怒し、大狂乱の末三沢選手を半殺しにするというハプニングが起きてしまいました。鶴田淵組対三沢川田組のこの一戦、5分過ぎコーナーで待機していた鶴田に三沢がいきなり張り手を見舞いました。この一撃で左耳の鼓膜を破損した鶴田はこの後荒れ狂い、コーナーポスト最上段から三沢を叩き落とし、情け容赦のない椅子攻撃、さらにリングに引き上げてラリアートから張り手10連発、とどめはバックドロップの5連発で三沢を完全に KO、 止めに入った川田と志明の頭を椅子で叩き割り、川田を病院送りにしました。鶴田のあまりの狂乱ぶりに会場は騒然となりました。武道館決戦を前に鶴田と三沢の抗争は完全に激化、この後お送りいたします6人タッグも凄まじいファイトになるのは避けられません。両選手は次のようなコメントを残しております。この後の6人タッグでは負傷欠場の川田に代わって菊池剛史選手が出場することになりました。菊池選手は次のように意気込みを語っております。何やらきな臭い雰囲気が漂い始めた全日マット、全く目が離せなくなってまいりました。以上プロレスニュースをお送りいたしました。己の信ずるままに突き進む若武者3人、菊池、そして小橋、
さらには三沢光晴であります。大阪大会鶴田の一騎打ち決定小橋ジャンピングイン、そして武道館大会鶴田との再戦決定三沢、白川の関を越えて奥州路へ入ってまいりました。さあ鶴田越えだ、長世代軍団入場であります。60分の一本勝負、ジャンボ鶴田軍団と相対します。空き地が僕たちの甲子園だった、砂場が僕らのリングだった、五円玉を握りしめて駄菓子屋へ走ったあの日、ベーゴマビー玉アンズアメ、長島柏戸ジャイアントババ、今ビールを片手にブラウン管のプロレスに熱くなっている水死のプロレス少年、あの頃の夢を忘れちゃいないか。さあ塚川大会ジャンボ鶴田の入場、手前藤正信、そしてマイティーの上、実力者が脇を固めました。風に舞う勇壮な絵のぼり、東洋一のボタン園、指定の路盤アムクバ堂、松尾芭蕉ゆかりの地、福島県須賀川からの中継メインイベント、ジャンボ鶴田です。冷静な表情であります。そして淵マイティーの上も今入場してまいりました。本日のメインイベント6人タグマッチ60分一本勝負を行います。中田龍リングアナウンサーです。青コーナー220ポンド菊池剛、26歳キャリア3年菊池剛です。260ポンド小橋29歳キャリア3年、この人は三沢です。赤いトランクスが三沢、三沢光晴です。28歳キャリア9年であります。中コーナー230ポンド藤正信、キャリア16年藤正信です。230ポンドマイティー井上、そしてマイティー井上和製マットのマルチ、275ポンドジャンボ、そしてテクニシャンです、ジャンボ鶴田です。60分の一本勝負、和田恭平レフリーです。解説ジャイアント馬場さんです。前回放送の後楽園大会の開幕戦から対決はオーバーヒートしました。この三沢とジャンボ鶴田、武道館決戦が決まっております。そして2戦目の後楽園大会でしたが、鶴田はついに喧嘩殺法で三沢を半身心状態にいたしました。今日はどういう試合模様になりますか。60分の一本勝負、あの時も冷静な表情でした。ジャンボ鶴田であります。鶴田の中に何かが落ちた、何が鶴田をそこまでさせているのか、待ち受ける三沢光晴の表情です。先陣を切るのは誰か、お、三沢か、三沢か、ジャンボか、ジャンボ鶴田の中に何かが起きている。三沢も熱くなっているぞ。ゴング前の火花散る、火花散る、そんな雰囲気があります。メインイベントのリング上、須賀川市体育館、三沢が出た、鶴田が出ました。右へ回りました、三沢光晴です。今実はこの第2戦でジャンボ鶴田が、あっと、この三沢の肘によりまして左の耳を痛めましたが、今その脱脂面を取りました、耳の穴に詰めておりました、血がにじんでおります、耳の中、その脱脂面を取った、さあ2パッとかまして、あっとエルボーいった、三沢光晴胃袋へ、2位を当てる、もう1回エルボーいった、三沢光晴、このエルボーで三沢の右肘には水が溜まっています、軟骨が飛び出ています。口が早くも出てまいりました。ジャイアント馬場さん、第2戦の後楽園大会もそうだったんですけれども、私はプロレス担当して6年目、こんなに怖い鶴田を見たのは初めてです、馬場さん。そうですね、もう本当にね、今必死になってみんなやってますからね。今ジャンボ鶴田は場外であります。ジャンボのね、耳に、はい、ちょっと鼓膜をやられてるんですよね、そこを狙われましたね、はい、そのエプロンにいる時でした、あの後楽園大会、三沢の張り手を食いまして、この耳を痛めましたジャンボ鶴田、しかしその後の鶴田の反撃がすごかった。コーナー最上段の三沢を場外へ叩き落として椅子攻撃、張り手10連発、バックドロップ3連発、あっと三沢しかし元気です。ドロップキックを払っていきました。思えばこのパートナーの淵をもこの場外をっぽり投げる、そういうジャンボ鶴田でありました。2人の戦いはこの次回放送からハンセン・ゴディ・ウィリアムスが声踏みしますが、それ以前に史上外人来日前に鶴田三沢禁煙状態にまでヒートアップしております。さあ今度は小橋と淵の戦い模様です。小橋もこの大阪大会ジャンボ鶴田との一騎打ちが決定しております。そしてその後武道館大会9月1日になりますが、チャンピオンハンセン対ウィリアムスの3冠戦、その勝者への挑戦権をめぐりまして鶴田と三沢が
一騎打ちを行うわけであります。脇固めに取りました小橋健太です。三沢さんもあのジャンボさんに勝ったんだから次は俺が続くという小橋健太です。そして菊池、あの後楽園大会でジャンボ鶴田にも何発もエルボーを下から打っていった菊池剛、今日はどういう試合を見せますか。この頃の菊池、馬場さんどう見てますか。素晴らしいですね、まあ、本当にね、はい、あのちょっと体重がね、はい、もうちょっと大きくなったらね素晴らしいんですけどもね、まあ、彼は体に頑張ってますんで、そうですね、だんだんねジャンボに通じるようになってきましたもんね。そうですか、これが3回目のメインイベント、メイン出れてよかった菊池剛。実はこの試合、川田選手が予定されていたんですけれども、超世代軍、先ほどから再三、お伝えしておりますが、後楽園大会ジャンボ鶴田選手のとばっちりと言いますか、椅子攻撃を受けまして河原選手頭の中を怪我、全治10日間ということであります。さあ今度はマイティ井上だ、久々のメイン出場、頑張っているベテランショルダースルーです。厳しいのようなファイト、ボディースラム、菊池足をすくいました。ただでは転びません菊池剛、同期の小橋にタッチを行いました。この菊池選手はマレンコ選手とチームを作りましてアジアラックの決定リーグ戦に、参加をしておりますが、小橋選手もジョニーエースと組んで、このアジアラック王座決定リーグ戦に臨んでおりますが、その時には菊池組を小橋組が破っております。今日は一緒のチーム、小橋選手の逆肩寄り固め、大阪大会ではジャンボ鶴田選手と一騎打ちを行います。そのためにも今日は弾みをつけたい、そしてまた試練の一戦です。逆肩寄り固め、アジアタッグも最強タッグももらいたいという小橋選手も自信をつけた発言ですね、馬場さんね。そうですね、はい、まあ、自信ついた発言というよりもね、こんなに二月前、半年前と比べて変わってきてる選手いないでしょ。もう目に見えて分かってますもんね。フライングボディアタック、マイティーノを捉えました。三沢もやる気満々、 6.8 武道館大会鶴田にピンフォールが勝しました。三沢キックを打っていきます。4連発、5連発今度はストンピングに変わった。そしてその後7月27日松戸大会初めての三冠挑戦でしたけれども、ハンセンのラリアットの前にサイドスープレックス、敗れ去りました。しかし再びチャンス獲得のため、このジャンボ鶴田選手との再戦、負けるわけにはいきません。ハンセンに負けたからといって落ち込んでいられないという三沢、馬場さん1、2歩以前の僕だったら下がってまたそこから歩み始めたけども、もう 1,2 歩も下がることができないのが今の自分なんですという三沢のコメントなんですよ。そうですね、やっぱりその構えがいいと思いますね、はい、三沢に続けという小橋ギロチンドロップです。特にこの 1,2 ヶ月でどこが小橋の伸びましたか。いやもう体もね、何も本当に変わってきましたよ。ああそうですか、小橋と三沢はね、ああねー、もうそこに来てね、はい、田植え菊池、こういうのも本当に変わってきましたからね。そうですね。さあその田植え、菊池、小橋など成長をガンと胸を出して受け止めるジャンボ鶴田、ジャンピングに三沢に突進、三沢ステップバックかわした、並ぶと菊池にエルボー、ジャンボ鶴田、鶴田が鶴田でなくなってきている。小橋を捉えました。大阪大会この2人が一騎打ち、その後三沢と鶴田が一騎打ち、武道館日の出るようなボディスラムを見せましたジャンボ鶴田であります。サイドのキック反撃を見せます。しかしチョップで応戦ジャンボ鶴田。馬場さんね、この三沢との一騎打ちですけれども、こうだんだんこうエルボー合戦のように、喧嘩合戦のようにエスカレートして進むのと、じっくりとこう手を探りながら、あるいは手の内を隠しながらその当日に向けて進んでいくのと、馬場選手の場合だったらどちらがお好きですか。ね、まあ、手の内隠しながらだったっていうのも、手の内分かってますからね、お互いに、そうですか。しかしどこまでヒートアップするんでしょうか。我々もちょっと予想がつきません。小橋健太振り向きざま、フライングボディアタック、口まさらぶカウント2で返します。
さあこのエルボー下から伸び上がるように打ちますエルボーです。しかし連打していきます菊池剛。この東北寺でも菊池への声援が非常に多くなっています。さあ今度はマイティ井上です。菊池捕まります。まあ、この井上もね、はい、経験豊富ですからね、まあ、いろんなタイトルマッチ、とかね、はい、もう本当にキャリア豊富ですから、まあ、そのあたりジャンボ選手も本当に今日は落ち着いて堂々と力強く戦っているそんな感じがします。菊池を鉄柵攻撃です。さあ菊池が捕まり始めたか。しかしあの後楽園大会でも再三再四この菊池が頑張り抜きまして、それがお客様の共感を呼んでいます。この頃この若い人のファンが多いんで、この菊池や小橋のファンも声援も非常に馬場さん大きくなってますよね。そうですね、8月、そういうね、はい、期待に応えてますよね。そうですよね、はい、8月31日の大阪大会はさようなら夏休みと銘打ちまして、小学生ファン先着200名様招待、先着1000名様特製うちわプレゼント、お楽しみ抽選会、三沢のシンポジウムなど、もうこの若いファンの皆様にファンサービスを送られております全日本プロレス。さあ小橋が出ました。この小橋菊池あたりがよく頑張っています。今日も須賀川市体育館非常に若いお客様が多い。そしてまた9月1日の武道館では、このジャイアント馬場選手、さあラリアット豪快、30周年記念パネル展とその抽選プレゼントなども予定されております。さあ菊池ジャンボラリアットを食ってしまった、倒れている、うつ伏せになっている菊池剛、そこへストンピング攻撃がいきます。2連敗は許されません対三沢戦ジャンボ鶴田、その心中やいかに。叩きつけるようなボディスラム、今日はこれを連発いたします。耳の中をちょっと痛めてまして、ちょっと平行感覚がというジャンボ鶴田ですが、そんなことは全く微塵も感じさせません、エースジャンボ鶴田。さあ逆襟固め、小橋が出る、いや見下がれた、ステップバックジャンボ鶴田、火花中。しかし三沢選手も言ってますが、この一連の後楽園2連戦によりまして、いや一言ぽつりと言ったんですが、やはりジャンボ選手ってのは強いなってことを漏らしてましたよ。そうですね、これで、ね、やっぱりジャンボもファイトを抜き出しできたらやっぱり怖いですよね。でしょうね、あの和田恭平レフリーが言ってましたが、和田さん自身もレフリングをやってこれほど怖いジャンボ鶴田を見たことがない、このように話していました。お客さんから馬場さんね、もういいんじゃ、やめてくれという声もあったんですよ。さあ菊池一発でひるまない、あーしかし最後は最上段からのエルボー。今10分が経過しました。連勝は難しいかもしれません。三沢それほどこの鶴田充実、画面からもその鶴田の充実ぶり、気迫の充実ぶり、コンディションの充実ぶりが伺えます。余裕のタッチです。淵正信につながりました。今度は淵です、菊池を捉えました。菊池の動きが止まっております。背中への集中攻撃、菊池耐えています。ここはタッチをしたいところ、なんとかサードロープにしがみついているが、鬼のようなストンピングは淵正信。このお二人全シリーズ世界ジュニアヘビー級戦を戦いましたけれども、よく健闘しました菊池、いい試合を見せてくれましたこの二人です。まあ、菊池もねこうやってこういう舞台に出てきてやっぱり鍛えられていきますからね、コブラツイストはマイティーの上、後ろから小橋健太ダブルのパンチを打っていく小橋健太です。そしてマイティーの上、この辺のねちっこさ、足をさらに引っ張って赤コーナーへ持っていくんです。
そしてジャンボ鶴田、これはきついでしょう。菊池ハイキックカバー早いカウント2.5。若い人の壁になるよというジャンボ鶴田、菊池の髪を掴んだ。久々に出すダブルアームスープレックス、人間風車カウント2、これも返した。やっぱさんはあの九十九里の若者たちの特訓を視察なさったそうですが、若者たちのこの充実ぶり、精神的な、どうご覧になりました。まあね、とにかくやろうというその気構えがやっぱり一番大事ですよね。はい、あ、そういうのは伝わってきましたか。そうですね、はい、馬場さんとともにこの九十九里浜をランニングいたしました。みんなも日焼け元気いっぱい、菊池そして小橋三沢、場外転落菊池、タイルドライバーが待っている。強烈、マットのないところで打ちました。菊池が大の字になっています。若い人がぐんぐんこのやる気を見せています。伸びてきています。全日本プロレス次期シリーズにはさらにこれに加えまして、9月29日開幕しますジャイアンツシリーズ、アンドレジャイアント、ハンセンゴディウィリアムス、スパイビーエースキッドブッチャー、キマラトゥーマレンコ兄弟カンナム、もう聞いただけで驚くようなそういう豪華怪人が来ます。さあロープをリフトのフライングラリアット、一生懸命につないだ小橋が今度はトップロープからミサイルキック、ちょっと距離が足りなかったか、もうそこは余ったか、しかし悪びれずローリングクレイドル、ユリース固め、汗で滑ってなかなか高度なテクニックを要する技ですが、見事に決めてくれました小橋。そしてフライングショルダータックル、アニマルから盗みましたこの技。握り拳が入った、ムーンソルトプレス、マイティーの上カットに入りました。このシリーズクロファットとシングルマッチを行いまして、クロファットに初めて勝って対鶴田戦に弾みをつけました、この小橋健太であります。フライングにジャンピングにエビに固める、カウント2です。そのクロファットとの戦いは自分のシングルマッチの中でも一番に入るこのベストバウトであったという、あっと菊池が羽交い締め、ジャンピングに外した、三沢の肘、小橋のドロップキック外した。あー冷静です、ジャンボ鶴田。馬場さん、この辺りの鶴田の動きいかがですか。まあ落ち着いてね、はい、非常に落ち着いてますね。そして逆エビがためです。サービスが出る、エルボーを打つ、エルボーを打つ、三沢のエルボー、ラインを見るキックは飛ばし、いずれも顔面を捉えている。ちょっと鶴田苦しくなったか、バックドロップ。馬場さん、この三沢が投げ技をこの大浦選手に使うっていうのはね、いやこういう攻めはいいです、何回も続けなきゃいけないです、ね、そうですね。さあ今度は飛び道具フライングエルボー、喉元から、いや顔面、耳のあたり、左の耳を押さえているジャンボ鶴田。馬場さん、あの耳の負傷ってのは場所が場所だけに怖いですよね。そうですね、この脱脂面を当たっておりましたが控えず、その脱脂面から血が滲んでおりました。ここまでそれをみじんとも感じさせないファイトを続けてまいりました鶴田でありますが、ここへ来て三沢が集中だ、ストンピングを浴びせております。そして今度はもう一回のバックドロップを狙ったか、しかしこれを肘で、鶴田の肘もこれは変形しているんです。三沢の肘には水が溜まっている、菊池の肘は思いっきり空振りしようがガードの上なら何でも打つ、ドロップキックドロップキック、もう一回もう一回、身長差いくつあると思いますか皆さん、12センチも差があるんです。菊池頑張っている、菊池の技が鶴田に通用してくると菊池が自信を持ってくるんですよね。ねえ、あー毛先にチョップ、しかし鶴田に一子も二子も報いています菊池。あー鶴田が今完全に井上にタッチを求めました。さあ菊池もう一頑張りだ、
からフィッシャーマンズスープレックス、どうだ、カウント2まで追い込んでいる。しかしマイティの上には一瞬の返し技があるぞ、テクニシャンだぞ、注意していけ。さあ飛び込む、あーミサイルキック、当たった。さあカバーだ、カバーだ、小橋がもうぐるぐる、あー飛べない。これはロープ、ぐるぐる手を回してカバーに行くという、この辺は連携であります、心の連携だ。さあ菊池、マイティの上が返していった、ブロックバスターを狙っているか、いい袋破り、サマーソルトドロップ、もう一回サマーソルトドロップ、カバーに入る。小橋がカットしました。もう6選手それぞれ持ち味を出して合わせびっしり、非常に熱いリング上。あとこれはか、これはこれはかすっていません、かすっていません、二抜きかすっていません。しかしパンチを一つくれました、逆さ抑え込みは菊池剛。馬場さん、技を汗で滑ることも多いです、この夏。失敗しても次がうまくいけばいいですよね。失敗を恐れちゃいけないよね。はい、ボディースラムです。若い人にはそういう思いでどんどん行ってもらいたいと思います。さあ菊池、トップロープかわすか、菊池正信、あーかわした、心理学者のようだ、さすがベテラン。表を向かした、さあ町井上が絶妙のカット、カウント、おっと 2.5、 返した菊池、また一頑張り見せてくれました、菊池よし。しかし、しかし小橋とマイティ井上がやっている。しかし三沢と鶴田はエプロンにいる、ジャーマンは菊池だ、口を捉えた、どうだ、あーっと三沢が鶴田をカットしましたが、ジャーマンはカウント2、菊池とジャーマンはカウント2。さあ2対1で淵が攻めることができる、小橋が羽がいじめ、菊池がトップロープ、場外は三沢と鶴田、あーしかしこれは同士打ち、菊池の核弾頭は同士打ち、小橋に当たってしまった。放送席の横、本部席は三沢が鶴田を本部席に打ち据えている。もう武道館大会が始まっているような、バックドラップリング上、菊池正信抑えた、小橋がカットに入るが、それを上で抑えている。しかしカウント2、菊池がまた二頑張りならばもう一頑張りだ、菊池目に出れて本当に良かった。だっとしかし、あフライングボディースターストラップ、最後は菊池正信、カウント3であります。しかし馬場さん、3回目のメイベント出場ですが、菊池1回目より2回目、2回目より3回目、だんだんこの時間が伸びてきて、立ち枠も良くなって、あと三沢と鶴田がやり合っています。三沢と鶴田がやり合っております。田上選手がその今鶴田とコンビを組んでおる、田上選手がこれを静止で入っております。あるいはこの全日本プレスの寺西、あるいはリチャード・スリンガーあたりが両選手を分けております。これは武道館大会、ますますこの2人の因縁エスカレートしそうであります。あーっと三沢が前ティーノを弾き飛ばして、鶴田に猛然とかかっていく、鶴田に猛然とエルボー、猛然とかかっていきます。切れています、両選手切れております。全日本プロレス今シリーズの日程はご覧の通りです。